ウェイト版タロットの審判マルセイユ版タロットの審判審判はタロットの大アルカナに属するカードの1枚。カード番号は20。前のカードは19対応、次のカードは21世界。アーサー・エドワード・ウェイトのタロット使いにおける解説では、復活、位置の変化、更新、結果を意味するとされる。ヘブライ文字は真。ただし、複数の異説がある。 黄金の夜明け団の説では、ホドとマルクとのセフィラを結合する教に関連付けられている。以下のような小説がある。この場面は、新約聖書の巻末、ヨハネの目視録に由来するとされ、ラッパを吹く天使は、最後の審判に基づき、大天使ガブリエルをモチーフにしたとされる。マルセイユ版に描かれる、審判には、雲をまとい空中から現れた巨大な天使が、 定格的な光を放ち、右手はラッパの吹き口を持ち、左手は十字の紋章の入った旗を指さした姿で描かれ、地上には向かって右側に老人が数と左側に女性が数と中心には棺から蘇った人物が後ろ向きに立った状態で描かれている。この天使と人物たちの関係は非常に意識的な接触であると解釈される。つまり、 恋人に登場した天使などのように地上の人物たちの預かり知らぬところで活動しているのではなく人物たちがその存在を確認し何らかのコンタクトを取っている様子で描かれている。このことを強く象徴するのが天使の持つラッパとギザギザの光である。ラッパとはすなわち音であり、この天使による干渉は光と音の両方によるものであると暗示している。旧約聖書 創世記に記される神が最初に行ったとされる創造行為は光あれの通り光である。しかし神が発した言葉は音であり創造の前に音が存在したことになる。音は人間にとって光よりも植物的で直接的であることは音による空気の振動が聴覚だけではなく身体全体を震わせ。 超音波がガラスを破壊すること等に例えることができる。また、光も人間の視覚に大きな影響を与えるものであり、これら音と光の両方による干渉からは何者も逃れることができないことを暗示している。地上に立つ三人の人物たちは、この天使から逃れるどころか厳粛に受け入れているようである。この人物たちの中心に立つ後ろ向きの人物は、 今まさに蘇った瞬間であると解釈される。しかし、この人物が男性なのか女性なのかは定かではない。わかるのは、この人物が若々しく、エネルギーに満ち溢れている様子であることと、両脇の男女に復活を祝福されていることである。この人物は、吊るされた男のように孤独でもなければ、等のように危機的状況にいるわけでもない。 まさに通過儀礼の儀式を遂げ、新たに生まれ変わった姿であると解釈される。また人物が三人であることから、地上における三位一体の完成を表すとされる。さらに、これに天使を加えることで天と地をつなぎ新たなる、概念の誕生を表すとする説も存在し、天使の持つ旗に記される聖十字をもって、裏付けとしている。日本の唐島吉夫は、サソリ座としたがこれは、 メアリー公園の説と同じである。形成の書に基づくとする説。黄金の夜明け岩の説では、火の元素とされ、星座も惑星も与えられていなかったが、ポール・ホスター・ケースは、冥王星に差し替えた。ありがとうございます。